hips. で歌ったわけですけども、はい、緊張したでしょう。もうですね、動物園の檻の中に閉じ込められて、うん、もうゴリラに殺されそうなぐらい緊張しました。なるほどね。どういう緊張感なんだろうね。それはね、この歌歌いやすかったんですか。いや、すごい難しいですね、うん、音が結構上がったり下がったりするで。あ、そう。でも今までずっと歌いたかったんですよ、はい、っやっとで、はい、夢が叶いました、うん、すごく難しい曲も、はい、一生懸命頑張ったんで、うん、今日は本当に嬉しかったです、まあ、歌って踊るっていうことじゃね、嵐のみんなにちょっと聞いてみましょうかね、はい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 、最初のこういうのはかっこよかったです。最初のありがとうございます。同じ香りを感じたわけだよ、なんかね。そうですね、同じ系統ですね。系統ですね。K で言うなら。さあ、じゃあ CD のタイトルはね、そうですね、言っときましょう。CD デビューするわけですから。はい。ゴーゴーガールです。お、ジュンさん、いいじゃん。ゴーゴーガール、どうですか。ゴーゴーって昔流行ったの知ってる、踊り。どんなでしたっけ。こういうの、こういうの。そうそうそう。モンキーダンスみたいな。あ、ごめんなさい、知らないです。いいの、いいの。